どうもとベストイット高見お安いご用だデビュー年2001年、21世紀始まりのこの年は新世紀としてさまざまなブームを呼びました。2001年デビューアーティスト、新世紀に男性デュオとして Pieces of a Dream でデビューしたケミストリーはデビュー曲がミリオンセラーになるなど、現在の日本歌手を代表する存在として活躍しています。そして同年にデビューした同じ男性デュオとして注目を集める小袋は、ストリートで培われた歌唱力と歌詞で人々に共感と感動を与えています。またモーニング娘。妹分オーディションで衝撃的なデビューを飾った松浦亜弥さんは、21世紀最強のアイドルとして不動の地位を確立しています。この年に日本音楽シーンに登場し、激しいダンスとソウルフルな歌声が魅力なボアさんは、アジア全域で活躍する歌姫として幅広い活躍を続けています。そしてツインクさんプロデュースにより歌手デビューを果たしたえなりかずきさんは、ドラマやバラエティなどマルチな才能を発揮しています。輝かしいこの年は世代が変わり、人々に希望と感動を与え、音楽もさまざまなジャンルのアーティストが生まれた年でした。今夜はそんな2001年デビューアーティストにスポットを当てます。中島さんも2001年デビューなんですけど、デビューのきっかけというのは、ね、オーディションですね。そのオーディションを受けるきっかけというのは、きっかけは私 の音楽をやっている知り合いの方がいて、その方が曲を作ってたんですね、で仮歌を歌ってくれる人がいないので、歌ってみない、歌ってくれっていう感じです。そういうパターンってあるんだね。2001年っていうとですね、キンキキッズは当時23歳、小市くんはドラマルーキー、あー刑事やってたんだ。走ってたよね。感じの悪い刑事だったんだろうな。生活安全課ですよ。そうなんだ。で、なんか剛くんはルーキー最終回で出ましたよ。あの CD を万引きする役で。ちなみに盗んだ CD はキンキキッズの情熱という。主題歌が情熱だったんですね。なるほど。小市くんはデビュー前とデビュー後と感じの悪さどっちが悪い？あ、本当に僕感じ悪いキャラになってる。中島さんも言ってたじゃないですか。そんなことないよね。ということで今夜はですね、中島美嘉さんの新曲見えない星をですねセッションしたいと思います、はい。